まだ寝てないよ。俺別に何も聞いてないよ。まだ寝てないよ。普通こういう時ってまだ起きてるっていう質問形式じゃないの。これ定期的に来られると寝られないよ。だってもう目覚まし時計のスムーズ機能と何ら変わりないもん。ねえねえ。なんだよ。 集めてる何が目的なんだよ、その集会は。須藤くんの目的なんて僕は知らないよ。まるで現に俺がやってたとこを見たような言い方するなよ。でも確かに僕は学校中でその噂を耳寄りな情報だと言って広めてるよ。発信源お前かよ。噂を広めすぎて今3周目に突入してるかな。もう手慣れたもんだよ。やり込みすぎて3周目に突入したゲームみたいになっちゃってるし、はたからしてみりゃお前ただ同じ話ばかりしてる NPC だからな。そういえば、この間は話中だったのに大半の人が口を揃えて、ねえ、この話スキップ機能ないのって言ってきたんだ。 もう動画広告みたいな扱い受けてるじゃん広告じゃねえよいいから黙って聞けおおうって僕は言ってやったのさそん時に言ったのねお前改めてやばいな須藤くんにはさほど申し訳ない気持ちでいっぱいだよそれまだいっぱいにはなってないと思うこんな時なんて言えばいいのか謝罪しろよでもまだ申し訳ない気持ちでいっぱいにはなってないしそういえばそうだっけかふざけんなよ誰だよ夜中にでかい声出してるのはやべとっくに就寝時間を過ぎてるぞバカチンが言ったかいや まだ隣にいるなんで